はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の曲線の媒介変数表示丸3をお送りします。で、前回シータ媒介変数のやったんですが、今回 t ですね。で、それ2もやりますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと不安なのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、板書量結構多めなので、ちょっと字ちっちゃく書きますけど、見にくかったらね、全画面表示とかで、パソコンの方は見てください。で、さっきも言ったようにシータを使ったね、コサインサインとかタンジェントのやつは前回やりました。で、今回は t なんですけど、で、これ1番と2番ちょっとやり方が全く違います。で、もちろん違うタイプの問題もあるんですが、大まかに分けるとこの2タイプがよく出てくるので、それぞれ押さえてもらえたらと思います。で、1番なんですけど、こっちはこの形、分母は同じなんですよね。で、分子が違う感じなんですが、ひとまずこの x と y つなげます。で、どういうことかっていうと、こっち y の方ね、ここ1なんだけど、これ t じゃないですか。で、ちょっと改造すると y の方1プラス t2 乗分の t なんだけど、1かける t ってことですよね。意図的にバラバラに書くんだったら。だから、こう書くと、1プラス t2 乗分の1ってこれ、もろここなんで、x なんですよ、ここ。x。だから、y イコール tx って書き直すことができます。つなげられるの。y と x を。で、ここで、t イコールに直したいんですよ。で、t イコールに直したいんですけど、x で割らなきゃいけないと。で、そのためには、この一言が必要で、x が not イコール0。0じゃないよって。で、なぜかっていうと、x これですよね。t の2乗っていうのは、負になることがありません、絶対に。ここが負にならないっていうことは、これ絶対0にできないんですよ。だから0じゃないってわかるので、x で割って t が x 分の y とこうなります。で、こいつを戻します。で、こっちのが簡単だから、 x の方に戻す。この t にこれを入れるの。そうすると、こっからちょっとね、力技になるんですけど、こうなって2乗分の1とこうなります。ここに入れたわけね、 t に。で、これを整理すると、で、ここなんですけど、ちょっと行を使うので、こっちで一回まとめて説明しますね。まず、ここ、分母が、2乗分解する、分解というか崩すと、こうなりますよね。で、ここまとめたいので、下だけね、下を通分すると、こっち1だったから、x2 乗分の x2 乗に変わりますと。1だからね。で、そうすると、この下の部分、x2 乗でつなげると、こうなりますよね。 x2 乗分の x2 乗プラス y2 乗で、分数分の1っていうのは、うちが1の時にね、これをひっくり返したものになります。ちょっと走り書きでごめん。こうなる。で、これなんでかっていうと、これを一塊で考えた時に、2分の3っていうのは3割る2ですよね。これ小学校でやります。で、同じように考えれば、これも1字が汚い。割る、x2 乗分の x2 乗プラス y2 乗ってことですよね。これを一塊と考えれば。で、割り算の後ろっていうの、分数はひっくり返すので、ひっくり返すとこれになるよっていう。だからまとめるとあれになります。x2 乗プラス y2 乗分の x2 乗ってね。いいかな。まずここまでついてきてください。で、今、x2 乗0じゃないんですよ。で、ってことで、ここ、まとめて割り、かけます、両辺に。ここどこね。x2 乗プラス y2 乗をかけると、この x のとこにそれがかけられると。で、こっちは分母が消えるから、x2 乗だけ残ります。で、これを左辺に持ってきて、もう一回やろっか。これ x 配ると x3 乗プラス xy2 乗でマイナス x2 乗イコール0となります。これ持ってきました、 x2 乗を。で、 x でくくり出す、一回出してあったんだけど、出すと
x2 乗プラス y2 乗マイナス x イコール0とこうなります。まだ入るかな。いい。で、今さっきやったように x はノットイコール0なんですよ。0じゃないと。で、ここに掛け算隠れてますよね。かけて0になるってことは、こいつ x が0になるか、カッコの中身が0になるしかありません。でも x が0じゃないって分かってるから、じゃあこっちが0にならなきゃいけないの、カッコの中身がね。ってことで消します。さあ、これ入るのかな、にもすげえ不安。よいしょ。どこまで、ちょっと戻そうかな。あとちょっとだから、ここで攻めるか、この辺に行こう。なので、このカッコの中身、これが0になんなきゃいけないよって。で、これを変形していきます。で、どうやってやるかっていうと、 x2 乗マイナス x、 この部分無理やり2乗作るとこうなりますよね。で、これを展開するとさ、さあって言うとごめん、展開するとプラス4分の1になります。で、4分の1が余計に出てくるから、マイナス4分の1をすると、まあ、平方完成ですね。で、こうやってする。そうすると、x マイナス2分の1の2乗で、プラス y の2乗そのままいて、これマイナス4分の1なんで、右辺に持ってくるとプラス4分の1とこうなります。いいかな。で、これ何の形かっていうと、これ円なんですよ。円になってるの。2乗プラス2乗イコール、これ2乗だからね、一応 R 2分の1の2乗なんで。だから、このこれで表される図形はどんな曲線って言われたら円でしたよっていう。で、終了になります。で、答えのところにはちゃんと形を書かなきゃいけないので、円って書いてもらって、 x マイナス2分の1の2乗プラス y の2乓イコール4分の1。ただし1個注意があって、 x0 じゃダメなんですよ。で、 x が0の時 y 何かっていうと、これここの式で使うといいです。ここね、x0 入れると y2 乗イコール0になります。だから y も0なんです。で、 x が0じゃないってことは、この点は入っちゃダメってことなの。つまり原点だよね。だから、下入れたかったけど無理かな、ちょっとこっちでいい、カッコしとこうか。ただし、原点は除くと。はい、これ2番怪しいな入んないかな。はい、これで終了というふうになります。っていうか、じゃあね、覗くぐらい漢字で書けっていうねごめんごめん、除去の除だよね。覗くと、いいかな。だから1番に関しては、まず X と Y をつなげるとこから始まる、つなげて整理していくっていう感じですね。よし、2番いきましょう。ちょっと見にくくてごめんね。2番は番号書いておこうか。2番、なら1番も書きましょう。で、2番はですね、何が特徴かっていうと、まあこれね、 t と t 分の1がそれぞれ使われてて、プラスとマイナスになってると。で、こういうタイプ、まあこれでこのまま出てくることがすごく多いんですけど、これね、まず x と y 足します。足すと t 分の1消えますよね。だから足したの 2t になる。まあこれ見てわかりますよね。足したら 2t になると。で、もう一個が引きます、今度。そうすると今度、こっちにマイナスがつくんで、マイナス t、プラス t 分の1になるから、t が消える。その代わり、t 分の2とこうなります。で、これをしたら何するかっていうと、その今出した x プラス y と x マイナス y をかけるんです。かける。そうすると、こっち 2t、こっち t 分の2なんで、t 消えるんだよね、約分で。で、4が残ります。こうなる。で、こっち展開してみましょうと。これ公式だからね。x2 乗、y2 乗、イコール4だよね。なんか形近づいてきましたよね。だから、これも、まあ4で割ってもいいんですけど、これ双曲線です。多分、このまま書いてもいけると思うんですけど、まあ一応カッコで書いておこうか。4で割って4分の x2 乗マイナス4分の y2 乗イコール1とね、双曲線の形だからすぐ双曲線で分かるんです。よっしゃ終わりっていきたいんですけど、で、このタイプは1個ちょっと引っ掛けというか、もう1個やんなきゃいけないことがあって、それが
今 t と t 分の1で、まあ t がね、第何ゼロってことで正ってことをわざと書いてくれてる。で、何するかっていうと、よいしょ、また t が正ってことは、あ、まあ、t は正だねってことは t 分の1も当然正になりますよね。で、懐かしいのを使います。ちょっとインク薄くてごめん。相加相乗平均ですね。相加相乗平均よりこの t と t 分の1を使って相加相乗平均いきます。で、相加相乗平均はなんか覚え方がね、その参考書とか学校によっても違うと思うんですけど、自分はその t と t 分の1って2個ね、その2つを使って足したもの、大なりイコール2ルートその2個かけたものって俺は覚えてるんで、高校の時からこれでやっちゃうんですけど、まあこうなります。これ相加相乗平均ね。で、ルートの中身は t と t 分の1なんで1になります。約分して、つまりルートは消えるから t プラス t 分の1大なりイコール2。 t プラス t 分の1って何かっていうと x ですよね、今ね。だからつまり x は大なりイコール2っていう範囲が指定されるの。いいかい。今回2番でやったことは足して引いてやってまとめてすぐ出ます。双曲線出ましたね。で、それプラス相加相乗平均使って x の範囲を出してセットで書いて丸になる。いいかな。だから入りましたね、答えね。よって双曲線だから、双曲線インクがね、ちょっと待ってごめん。双曲線どっちで書く、まあこっちでいいと思うんですけど、もし学校とかで必ず右辺1にしろよって言われたらそっちに合わせてください。イコール4の x 大なりイコール2、この部分だけですよって。ごめんね、ほんとインク、はい、変えます。ちょっとこれ囲っときますね。これが答えになります。まあ最初にも話したように別のねタイプの問題もありますが、ひとまずこの2つ、とても有名なねタイプの2つです。こっちはまあこの2つを見てまずつなげる、でつなげて整理して戻して頑張って構成で解いていくっていうタイプで、右に関しては相加、まあ足して引いてができるんだったらそれで持ってって、で相加相乗平均で仕留めるといったタイプになりますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数3の曲線の媒介変数表示丸3をお送りしました。今回も最後までねご視聴いただき本当にありがとうございました。で、もう一本ねこの媒介変数表示の問題やりたいので、次回丸4ね、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。